神宮前駅。神宮前駅は、名古屋市厚田区三本松町にある、名古屋鉄道、名鉄の駅である。駅番号は、NH33。駅名の由来となった厚田神宮の前に位置する、名鉄主要駅の一つ。名古屋本線及び、名滑線が乗り入れており、以前より、両線乗り換え駅としての役割を担っていたが、金山方面の複々線化による、 常滑線全列車の金山駅のリーレ及び金山総合駅の整備によって同駅の利便性が向上したため乗り換え拠点としての役割は金山駅へと移りつつある運転面としては依然として重要な役割を担っている運転指令所が駅ビル内に併設されているほか名古屋本線などを担当する名古屋城を向くや 常コ目線などを担当する神宮前乗務区が配置されており、一部の列車を除き運転士や車掌が、当駅で交代する。また、地流乗務区と犬山乗務区に所属する乗務員も名古屋本線直通運転時は、当駅までを担当している。並走する東海旅客鉄道、JR 東海東海道本線厚田駅が500メートル北にあり、 ご入場防止のため西口には駅社外に向けて JR 線への誘導標識がある。駅西方から南方にかけて名古屋市営地下鉄名城線が通っており、駅南約700メートルほどの位置に天満町駅、厚田神宮を挟んだ西側に神宮西駅がある。2017年1月に名鉄が駅の東側を保有する土地に中高層マンションや 商業施設などを建設すると発表した。2019年の着工を目指すとしている。北半島西岸を発祥とする愛知電気鉄道、理海電は1912年、明治45年2月18日に、天馬町まで開業。その後、同年、大正元年8月1日には、秋葉前まで、翌年8月には神宮前まで路線を伸ばし、 床波神宮前館の路線全通を見た。同駅は単線古線橋で、東海道本線の西側から東側に渡った場所に設置され、愛電本社、あとの名鉄本社も建設された。古線橋の前後は大きくカーブ、半径100メートルし、勾配も27.8パーミルと急だったため時速20キロメートルの速度制限があった。わざわざ、 東海道本線をまたいだのは、貨物連絡及び、名古屋方面延伸や有松線建設を見越したものだったが、道湖線橋及び運河橋の建設費が膨大となり、愛電は経営難に陥った。同社は経営改善のために、有松線の建設を急ぐことになる。先述した理由により、東海道本線東側に設置された、神宮前駅だったが、名古屋電気鉄道、 市電厚田線からの乗り換えは運河にかかるおたはしや東海道本線踏切を通る必要があり不便だった。そこで愛電は駅本屋を西側に新設することを計画し1934年昭和9年5月1日に西口駅舎を設置した。他方、貨客輸送の増加とともに単線個線橋の線路容量不足が表面化していた。特に貨物輸送は 当時貨車授受,受設備が東口側にしかなかったため、単線湖線橋を渡らざるを得なかった。これを解消するため、愛電、合併で1935年、昭和10年により、名鉄は1942年、昭和17年7月10日に、電馬町、マ町、1946年、昭和21年休止から、副線両線を西口駅舎へと伸ばし、常並線列車を、 西口ホーム、通称、西駅へと発着させた。これにより、単線湖線橋を渡るのは、貨物列車と実行線直通の列車に限定された。なお、1944年、昭和19年には、西駅側からの国鉄渡り線も設置されている。西駅を建設した当時は、救命機鉄道と連絡する東西連絡線を、 西駅と結ぶ計画だったが、後に変更され1944年、昭和19年9月1日に、東側から新名古屋へと結ぶ、東西連絡線が開通した。1948年、昭和23年5月12日には、明記線、西武線が電圧1500ボルトに昇圧。床波線列車も1950年、昭和25年7月以降は、次第に、 単線古線橋を渡って、名古屋本線や犬山線へ直通するようになり、再び単線古線橋の線路容量が問題となった。反対に、貨物列車と実行線直通が西口発着となる。駅南方では、国道1号の平面交差も問題となっていたため、名鉄は古線橋の掛け替えを兼ねて、付近の高架化及び線形改良を行うことにした。 まず1955年、昭和30年12月16日に、国道1号を立体交差化された。その後1962年、昭和37年12月16日に、現在の伏線湖線橋へと掛け替えられ、勾配は以前と比べてました。27.8パーミル33.0パーミルが、カーブの半径は、間は100メートル300メートルされた。 この時点ではまだ西駅への線路は残されており、列車の発着も継続していたが、その後のダイヤ改正で旅客の定期、不定期運用が廃止されて、貨物専用駅となった。だが、名古屋臨海鉄道の開業に伴い貨物業務も同社へと移譲され、1965年、昭和40年9月2日には、神宮前駅での貨物連絡運輸が廃止され、西駅も廃止された。 西駅廃止後、西口は1979年、昭和54年11月10日に、出海卒業務が終了し、駅舎は解体された。後地は1983年、昭和58年9月になって、駅ビルが建設され、現在に至っている。神宮前金山、金山橋間の複々線下は、東西連絡線開通間もない頃より、 本線東部、床滑線の混雑緩和のため構想されており、指導湖線橋も複々線化に対応した構造となっていた。複線湖線橋へ掛け替えられたことにより同計画も本格化し、関連事業として、神宮前駅の配線変更が1984年、昭和59年8月26日に実施された。この変更で以前は1.2番線が名古屋本線、 3.4番線が、床波線の路線別配線だったのが、現在の方向別配線へと変更された。また、この配線変更で3番線に存在した、ダブルスリップスイッチが、解消さ、法務庁が6両分しかなかった3.4番線は、豊橋、床波方面に40メートル延長し、8両を、対応化された。配線変更にあたって、 トコナ線の伏線湖線橋をそのまま使用したため、以前は3.4番線に繋がっていた、トコナ線線路を2.3番線へつなぐことになり、結果として2から4番線は、豊橋、トコナ方面が、津のようにやや線上になっている。また、3.4番線は、名古屋本線との立体交差のために勾配があったのに、対して1.2番線は水平だったため、新たに2番線から、 立体交差させるためホームの傘上げが行われた。営業を継続しながら傘上げを行うため工事では油圧ジャッキを用いてプラットホーム全体を支え配線変更と同時進行で実施された。その後1990年平成2年4月1日には金山神宮前が複々線化され現在の配線が完成した。1階がプラットフォーム、2階が 改札口となる、橋上駅舎を有している。改札口は一箇所。自動券売機、改札機、生産機を備える。自動改札機は、東芝製が設置されており、IC カードマナコが使用可能。バリアフリー設備としてはエスカレーターが2本のホームの各、掘った、豊田本庁法の階段部分と、駅舎への入り口に上り、方向のものが設置されている。エレベーターは、 改札を入り、トイレの奥に、各ホームとを結ぶところにあるが、改札外のエレベーターは、パレマルシェ神宮のものを利用することになっており、東口にはない。2013年4月には改札内、エレベーターへ向かう途中、トイレの反対側に、うどん店が開店した。島式ホーム2面4線の地上駅。1番線は、名古屋本線とヨハシ方面からの、2番線は、 常コナ線からの名鉄名古屋、名鉄岐阜方面域の列車が発着し、金山方面からの列車は、常コナ線方面が3番線、名古屋本線方面が4番線に発着する。両ホームは、古戦橋で結ばれており、常コナ線方面と名古屋本線の豊橋方面を、相互に利用する旅客が乗り換えに利用できる。なお、特急及び、快速特急の乗り継ぎについては、 中部国際空港岐阜系統と豊橋から新沼系統との接続が考慮されている。かつて運行されていた豊橋と中部国際空港とを結ぶ特急は、当駅の構造上折り返すことができないことをび、利便性などの良しから、隣の金山駅で方向転換を行っていたため、当駅に二度停車していた。平日の朝を中心に、 名鉄名古屋方面からの当駅止まりの列車も存在する。三番線から名鉄名古屋方面へ折り返せるように、片渡り線が設置されているが、通常は使用されないため、車両は大江駅や通訳県車宿などへ改装される。何らかのトラブルが発生した時も当駅で打ち切られることがあるが、同様の理由で大江駅や大高和駅のほか、堀田駅や鳴海駅まで改装される。 回装列車、団体列車、市運転列車も、旅客列車と同じく当駅で乗務員の交代を行うため、運転停車する。回装列車の場合自動放送では、回装電車です。ご注意くださいと放送される。北西方へ、金山駅まで一駅間は、方向別複々線。複々線相互の点線ができないため、多くの場合この複々線の内側線は、 常名目線の延長、金山駅のリーレ線として運用されている。発車表は LED 式2段表示。以前はソラリー式2段表示。それより、昔の1980年代後半頃までは、安ど式表示のものが使われていた。特急列車乗車位置表示は、金山駅とは異なり更新されておらず、以前よりデジタル式のもの、東岡崎駅、地竜駅、 名鉄岐阜駅などでも見られるが使われている。案内表示には隣接する金山駅、名鉄名古屋駅と同じく、日本語の他に、英語、中国語、朝鮮語、ポルトガル語の表記がある。名古屋を通り抜ける列車は当駅において、列車種別の変更が行われることが多い。名古屋本線における、名古屋のターミナルは、通過型かつ分散型であり、それら各駅、 当駅と金山駅、名鉄名古屋駅かのる旅客に示す必要性があるからである。西尾、豊橋方面や中部国際空港、内海、高和方面から名鉄名古屋駅を通り抜け岐阜、津島、犬山方面へ直通する列車の中には当駅で列車種別の変更を行う例が多い。昼間帯の津島方面へ直通する列車はすべて、当たり駅で列車種別が変更される。 逆に、津島方面からの列車はすべて名鉄名古屋駅で、列車種別変更を行っている。かつて、駅のすぐ北側には、名鉄名古屋本線、床滑線と、JR 東海道本線を含めた八本の線路を、またぐ踏切、JR 東海おたふ踏切と、名鉄神宮前一号踏切があり、いずれの路線も本数が多いため開かずの踏切となっていた。 特に JR 東海側は通過列車に合わせて比較的長い遮断時間となる。なお、歩行者は踏切横にある歩道橋の利用が可能であるが、利用者はあまり多くない実情があった。遮断時間を可能な限り短縮するため、手動で遮断機を上げ下ろしする踏切となっており、さらに踏切全体を3つに区切って別々に動かせるようになっていて、全開。 閉鎖の他にそのうちの一部の踏切だけ上げられる、半壊があった。これは、自転車、歩行者のみが通行できるように遮断機を、半分だけ上げるものである。しかし2007年、この踏切で2度にわたり、半壊状態で列車が進入、通過をする事案があった。列車は、神宮前駅を発車した直後で速度が出ていなかった、上、 踏切を通過する歩行者や自転車がいなかったため一人も負傷者を出さなかったが重大事故につながるインシデントであったことから以下のような安全対策を取ることになった。二度目の事故発生後、名鉄は名古屋市と話し合いを進め高架線に切り替えて踏切を撤去する意向を示していた。また列車のも通過を防ぐために1.2番線に速度超過検知用の ATS 線上高多数。 設置し、しかし、安全対策も虚しく2008年11月に死亡事故が発生し、これ以前の2002年などにも死亡事故が発生している、中日新聞社会面でも大きく報道されるなど、社会的影響もあった。その後、この踏切は廃止が決定し、従来の歩道橋は廃止の上旧道路付近に、エレベータースロープ付きの歩道橋を新設することが計画された。 当初は2010年に完成する予定であったが延期になった後、市及び名鉄と JR の協議がまとまり、2012年7月1日をもって踏切は廃止となった。廃止の後、自転車が通行可能な歩道橋が整備され、2016年9月1日に暫定供用された。なお、踏切廃止後は車両の通行が不可能となったが、自転車を除いて、 特段の大退路は整備されず、既存の道路、厚田陸橋、秋葉アンダーパスを経営する必要がある。また、現存の歩道橋は、事業の進捗に合わせて撤去される。1974年までは、西口の前に、名古屋市連の厚田ジングル前電停があり、乗り換えが可能であった。この駅は、厚田区に位置するが、新堀川を越えた先は、水北である。 隣の掘った駅までの距離もあまりない。西口の駅前広場を使用したバス乗り場である。この場所は、ちょうど、厚田神宮の東門前に当たるため、神宮東門停留所となっていて、名称上、東西が逆転する。名古屋市 A バスの路線が発着している。かつては、名鉄バス、停留所名は神宮前も鳴子方面、後に、 市バスの神宮13に変更や鍵屋方面などへ発着していたが、現在は廃止されている。2012年に運行終了となった名古屋競馬場への無料送迎バスも発着していた。このほか、毎月1日のみ、イオンモール厚田への無料シャトルバスも発着している。正月三月日,日は、初詣の交通規制が行われるため、本来の神宮東門停留所は休止され、バスは、 南北の2カ所に分かれて発着する。東口より北へ約200メートルの位置にある回転場内のバス乗り場。名鉄神宮前停留所といい、駅や出口名称がつかない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。